ますね。おはようございます。休みの休みじゃないよ。おはようございます。朝から可愛い、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。チェキの受付始まったね。あ、そうなんだ。ぜひ皆さん買ってみてください。今日は12時に向けて学校行ってきます。文化祭の準備があります。今日は押します。おはようございます。おはようございます。寝ぼけてる？昨日もチキ話した覚えとるよね。昨日なんか1時間名前の受け名前登録の受付とチェキの受付は1時間違うだったよね。22時59分までと23時59分まで。覚えてるよ、昨日。おはようございます。かわいい、ありがとうございます。また来ました、ありがとうございます。おはようございます。髪型なんて、そう、まあ特に何もないんですけど。でもさ、学校行く時の方がさ、髪さちゃんとしていくかも。ちゃんとこうやってなんかスティーはね、もう家なんだ、家って感じなんだ。だからね、しないんですよ、あんまり。ちょっとキープやろうかな。おはようございます。おはようございます。まなみさんがさ、なんかメンバーがね、みんなの前で普通になんかボサボサとかでも全然いけるよ。むしろ学校の方がね、ボサボサだと恥ずかしいかも。リモハマルーマーの MV 見ました。 Hey, what's up? Nothing, 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 nothing. Hey, that, that. かわいかった。本田ひとみさんと奈々さんと千葉エリーさんが、ああ前髪切っちゃったからこのハンコラ中に髪がついてるわ。
でもさ、インタビューがある MV って珍しいですよね。面白いなって思いました。まあ千葉エリーさんが可愛すぎて可愛すぎて、こんにちは、超可愛かった。おはようございます。ステージやるのはさあちゃん本田さんがやっぱりできるかな。さらおはようございます。チェキ買ってきた、ありがとうございます。いつかやりたい。一日でさ50万くらい再生数がいってて、すごいと思いました。確かにチェキ買いした1年ぶりくらいだ。ドキドキですね。楽しみだ。チェキ買いってなんか名前呼んでショールームでやるやつですよね。マモルさんハートありがとうございます。おはよう、おはようございます。会社で見てます。もうついてるの早い。おはようございます。おはようございます。ですよね。 AKB さんの本気を感じました。頑張ってください。ありがとうございます。おはよう、おはようございます。今言った再生回数って何ですか。あれですね、ネモハモルーマーの24時間の再生回数が多いなって思いました。おはようございます。朝食何を食べたか。食べてない。そういえば YouTube 見てました。YouTube が朝ごはんです。STU もそれも常時、それに乗じて頑張りたいね。ねえ頑張りたい。 STU もね。おはようございます。それは名言すぎる。いやでもほんまに YouTube って感じだよ毎日。でも何気に痩せるんじゃないですか YouTube のご飯だったおはよう猿ちゃん、今日仕事お休みって。おはようございます。よね、ナナさんのこと。ナナさんか、学ばないといけない。ケビンの新曲 MV 気合が半端じゃなかったね。すごかったですね。
母ちゃんが怖い。今から行くよ、今から行きますよ。今日は学校はもう文化祭準備のことしか頭にない。夜は配信しない。そうね、帰れないんですよ。9時よりもさ遅くさ起きてるじゃないですか、当たり前に。だから24時とかまでにしてほしい。9時に寝る高校生いないよ。だからお願いだからもうちょっと伸ばしてほしい。学校も頑張ってね。で頑張ります。文化祭とか青春だね。いや青春かも。そこはなんかそこはちょっと違うよって言えなかったけど、そうかも。文化祭の作る LINE グループがあるんですけど、文化祭それぞれのやることの高校生時代戻りたいって。大人、それわかんない。タイムリープだとどこに戻りたいだろう。タイムリープで、タイムリープで小学生ぐらいに戻ってみたい。あと半年すれば22時もさ起きてるよ。そんくらい、なんなら2時まででも起きてるよ。配信させてほしい。高校の時ぐらい日付変わっても起きてたね。え余裕ですよね。遅い、早いんだよ。ショールームできなくなる時間が。さらちゃんかわいいって、ありがとうございます。君とるま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 、おはよう、おはようございます。何時だ今。55、もうちょっとか。おはようございます。時かけってだけで胸がキュンってする。時をかける少女かも。なんだろう、今起きたよって、ありがとうございます。しかし春による、そうそうだね、やめよう。高校生ぐらいむしろ日が変わる前に寝る日少ない。いやないよそんな日。日が変わる前に寝れる日、寝る日ないよ。そらもう2時より前に寝れたらいいかなって。え今日とか4時ぐらいに寝ました。やばい。深夜さんクレありがとうございます。力尽きることないのか。ないかも。じゃあ先に仕事行ってきます。またね、またね。何として暮らし、何かな。夜8時には寝てる、いい子だと思ってた。いい子と悪い子に寝る時間は関係ないじゃん。よくこの時間に起きれたねって。そう、もうあれでした、もうさっきまで瀕死で状態でした。死ぬかと思いました。さすがの体力って。そう、今日学校はって、今から行ってきますよ。出た。今日も学校で、よし読もう。あ、もう読もうとしたら間違えてフィルターのところをしちゃったよ。よし、13位雄大さん、12位ありがとうございます。12位しんさんありがとうございます。11位清文さんありがとうございます。10位アバッターさんありがとうございます。9位エリックさんありがとうございます。8位トワイライトさんありがとうございます。7位ケブピエイツさんありがとうございます。6位キティさんありがとうございます。
5位、正宗さん、ありがとうございます。4位、ゆうりさん、ありがとうございます。3位、あきさとさん、ありがとうございます。2位、まもるんさん、ありがとうございます。1位、やすべえさん、ありがとうございます。寝ぼけてるそうおバカだから、おバカだ。バイバイ、ありがとうございます。皆さん今日も一日頑張りましょう。